今ですね、クロアチアのドブロクニクにいます。ドブロクニクですね。で今泊まってるところがここの辺りのアパートメント泊まってるんですけどね。で、結構ね迷路見たくなってるんで迷わないようにしないといけないです。まあこんな感じでね、城壁の周りに、まあ、家とかアパートがあるんですけど、そこのところをですね結構迷路状になってるんでね結構複雑です。この迷路状というのはイタリアのベニスと同じような感じなんですけどね。まあ街の散策面白いですけどね。Давай, да. Да.